えず死ぬまでに犬小屋くらいは建てようかなと思う。老け込んでるね。うん。でも僕はね、いずれ夕日は何かに向かって走り出すと思うんだ。犬小屋？多分他の何か。そうかな。きっとそうだよ。おはようみんな、今日も一日。ん？とうとう遅刻だな、リツ。珍しいこともあったもんだね。こうして裁量府が解体され、内府家の大和支配が終わりを迎えたのは天永6年。国紀2517年、外暦では1857年。2260年の開府から、およそ250年もの間、いわゆる半世時代は続いたわけだ。大和史上、一つの統治体制がここまでの長期間にわたって存続した例は他にない。いや、世界史上でも珍しい。大抵はそこまで歴史を重ねる前に腐敗してしまう。前橋！え？ちゃんと聞いているか？なぜ徳川裁量府はこんなに長い間大和を支配していられたのだと思う？わかりません。当てずっぽうでいい。代々の内大臣が立派だったから？うん。徳川15代のうち何人かについてはそう言ってもいい。だが、例えば五代目内大臣、生類憐れみの礼を実施した綱吉は立派か？いえ。一モラリストとしてはもしかすると立派だったのかもしれないけどな。統治者としては褒められた話じゃない。しかし彼の治世でも、裁量府の統治は一応まっとうに機能していた。稲城、なぜだと思う？徳川裁量府というものが、一言で言えば、せこい体制だったからじゃないかと。うん。もう少し詳しく。徳川の初代家康は、秀吉死後の豊臣体制内で実権を掌握、江戸に裁量府を開き、事実上の天下人になりましたが、関東を中心に約300万石と言われる領土を確保すると、それ以外の土地は諸大名に任せ、あれこれと細かい口出しはしませんでした。その理由は、そもそも裁量府の設立目的が、全国征服ではなく、徳川一族の庇護と繁栄に過ぎなかったからです。だから徳川家を維持するために必要な領土しか求めず、他を藩として分割しましたし、その内政にも関心を持ちませんでした。反面、城の修復やら治水工事やらを頻繁に指示して諸侯に財力を蓄えさせなかったのも理由は同じです。この徳川のやり方が結果的に、地方のことは地方に任せて、何も知らない中央が余計な指図をしたりしないという、とても実際的な統治体制を作り上げたわけです。もし徳川家康が欲張って、全国津々浦々を自分の手腕で直接統治しようとしていたら、歴史はだいぶ変わっていたんじゃないかと。座ってよし。大体は今稲城が言った通りだ。徳川家は地方分権を選び、中央集権を選ばなかった。その選択が時代に即していたわけだな。ここは試験に出すぞ。うえ。そして時代が変わり、西洋列強の帝国主義が先鋭化してくると、この体制は終わった。稲城の言うせこい体制では到底列強に対抗できなかったからだ。安政時代の初期に行われた鎖国を復活させようなんて考えた人々もいたが、鎖国とは外国との交際を一切断つことで、黎明期の裁量府は国内の基盤を固める間、他国の干渉を排除するための緊急措置としてこれを行っている。また享保年間、
関白豊臣秀興の徳川討伐令に端を発する大阪の陣に際して、関白が大英連邦から大量の武器を買い入れるという噂が立ったために、短期間鎖国がされたこともある。もし西洋列強のアジア進出への対策として、末期の裁量府が再鎖国を選択していたら、多分大規模な武力衝突を招く結果になったろう。だが結局、大和は王政復古、中央集権国家としての新生という道を選択する。それが具体的にどういうものか、を話し始めると長いから、今日はここまでにするか。あと5分しかないしな。代わりに少し余計な話をしよう。国紀2600年、外暦1940年現在、大和国を事実上支配している六原幕府は、言うなれば欲張った徳川だ。自分たちの利益だけを求めるせこい思想に基づいて全土を支配しようという体制だ。貴族院も衆議院も廃止された。内閣も機能していない。京都朝廷はもともとお飾りだ。その代わり鎌倉には不堕落三斎を築き、周囲に宿坊を置き、関東一帯を軍事基地化して大和全土を平原している。統治方針は実にシンプルで分かりやすい。逆らうな、服従しろだ。反抗すればどうなるか。大阪が焼け野原となり、今なお再建されない理由を知らない者はいないだろうな。近畿に住む友人の言によれば、あの町は今二重の意味でゴーストタウンなのだそうだ。我々は今かような支配を受けている。稲木、お前はさっき家康が欲張っていたら歴史は変わっていたと言ったな。どう変わるかはこれから奴らが教えてくれる。すぐに、すぐにだ。すぐに終わる、こんなくだらん時代は。夕日、今日のお昼ご飯は何だい？僕は玄米パンとお芋だよ。俺は玄米パンと芋だ。私は玄米パンとお芋ね。奇遇だね、みんな一緒だ。給食だからな。違ってたらそっちの方が奇遇ね。どうしたんだろうな。他の誰かならともかく律だからね。何があったのかな。少し考えてみよう。遊びが過ぎたのかね。大盤に捕まって今頃留置所で腐ってんのか。何かまずいことが。夕日、なんだ。認知はしてあげて。どうい
という思考手順を踏んでそうなった。ユーヒ、早く食べないと昼休み終わるよ。ああ、これで炎の友情というわけだね。かなりいろいろと省略してる気がするけど、まあいいや、どうでも。つうかな、お前、病気とか家の手伝いとかの可能性をまず考えろよ。考えたけど、どっちも律らしくはないんじゃないかな。そういうことが絶対にないってこともないでしょ。ちょっと想像はつかないけどな。放課後様子見に行ってみるか。そうね、私は問題なし、用事もないし。あんたは忠康？もちろん行くよ、気にかかるしね。それに僕ならいざとなれば融通の利く産婦人科を紹介できるし。これ以上そのネタを引っ張るとどうしてかお前の中指骨が一本ずつ減っていくというクルスの小夏的破壊現象が勃発するんだが、それでもいいか。おかしいな、僕的には完璧な論理的帰結で説明すると。ユーヒ、どう頑張っても僕の小指に90度以上の角度を取らせるのは無理だと思うし、なんかすごく痛いよ。っていうか、そんなことよりも決定的に見過ごしてはならない要素が忠康の発言の中にあったような気がするんだけど、気のせいかしら。いや、小夏、それは忘れろ。忘れるんだ。ユーヒ、よく噛んで食べなさい。早く食えっつったろうが。さっき両立するのよ、顎の高速回転で。俺のガラスの顎にあんまり無茶を言うな。先生。すごい、クルビット並みだね今の。関節部にボールベアリングでも積んでるんじゃないかこいつ。悪いな、食事中に。いやいやいや、こんな豚野郎どもと顔を付き合わせての食事にはもう飽き飽きしていたところでした。うっさ、ずいっとどうぞ。いや、席がないだろ。じゃあ、あんた机になりなさい。忠康は椅子。どんな教育現場だそれ。ああ、いや、食事はもう済ませたから。手ぶらなんですから見ればわかります。分かってないのは脳髄が瞬間的に納豆菌化したその女だけです。ああ、じゃあ、何かご用事が？風間のことなんだが。はい、あのヤシガニが何か。ヤシ？聞き流してください。今日どうして欠席したか聞いているか。いいえ、それが全くさっぱり。ちょうどさっきまでそのことを話していたところで。そうか。最後に見たのはいつだ。昨日の夕方6時頃っすね。確か昨日は八幡宮で人形劇を見て、そこで解散したのよね。俺と小夏は家に帰って、僕は少しリツと一緒にいたけど、源氏山のあたりで別れたよ。もう少し遊んでいくって言ってたね。何時ぐらい。7時前だったと思う。その後はわからないか。リツ、家に帰ってないんですか。
風間の近所に住んでいる大松に聞いたところでは、少なくとも朝の時点では帰宅していなかったようだ。今はわからないが。電話して聞いてみればどうです？いや、風間の家には電話がない。っていうかそんなもんがあるのはお前の家だけだろ。そっか、道理で全く役に立たないと思った。間抜けな会話はいいから。先生、あんまり大きな声で言いたくはないけど、外泊自体はそんなに珍しくないんです、あの子の場合。それは知っている。だからご家族もあまり心配していないようだし、先生も今大騒ぎする気はないんだが。まあ風間なら大丈夫だろう。あれでしっかりしているしな。これが新田だったら先生も慌てるんだが。なんでそこで引き合いに出されるのが俺なんだよ先生。それがわからないくらい子供だからよ。子供であることに気づけば子供ではないのだけど。あ、なんか哲学を発見したよ夕日。やかましい。冗談だ。食事中に邪魔をして悪かったな。ちゃんと食って運動もしとけ。午後の授業寝るなよ。はーい。ウィッス。リツのやつ。余り物には余る理由があるんだから。うん。この芋サイダーなる代物がそのちょっとあれだったからといって文句を言う筋合いではないんだ。そうだね。ってなかったね。さすがにおじさんもそわそわしてたな。おばさんは笑ってたけどね。どう思う？おじさんは一昨日の晩に少し注意したのが勘に触ったんじゃないかなんて言ってたが。それで家で？まさかそんなの日常会話でしょ。もし腹を立てたのならその場で飛び出すのが率だろうね。一晩経ってからっていうのはわけがわからないよ。だよな。じゃあやっぱりおばさんの言ってた通り、遊ぶのに夢中で時間を忘れてるだけってのもな。もう丸一日よ。よほど楽しいことを見つけたんだろうね。おいおい本気か。半分は熱中するタイプなのは間違いないよリツ。結局
居場所はわからないのね。そうだね。でも心配事が一つ減ったよ。何？家にどこからも連絡がないなら鎌倉大番の取り締まりに引っかかったという可能性はないよ。リツが黙秘でもしない限り、いや、そしたって身元なんかすぐにわかるし。あ、全く同じ理由で警察のご厄介になっている可能性も覗けるね。警察はもともと何もしねえよ。少なくとも牢屋に放り込まれてはいないってことね。安心していいんだか悪いんだか。あ？そりゃいいに決まってんだろ。最悪の可能性がそれだったんだから。犯罪に巻き込まれたって線を考えてないの？あんた！ごめん。考えないわけないよね。普通は。いや。ひとまずその推測は排除していいと思うよ。どうして？確かに現在大和の治安はお世辞にもいいとは言えない。この鎌倉は六原の本拠地だけにいくらかマシだけど、所詮は比較の問題だ。戦争の傷跡は言えず、政治は市民を軽視というより無視して進められ、挙句の果てには空から魔王が降ってくる、銀色の星が落ちてきて誰も彼もを殺してしまう。こんな情勢で犯罪が日常的じゃなかったら、その方が不思議だね。でもさ、ちょっと考えてみようよ。律が犯罪に巻き込まれたとして、どんなものがあり得ると思う？傷害、殺人、拉致、誘拐、このあたりじゃないかな。傷害事件なら24時間連絡がないというのはおかしいね。自力で家まで帰れないような重傷だったとしても病院が家に連絡を取るはずだ。重傷で病院にも運ばれなかった場合、これは次のケースになる。殺人。でもこれもどうかな。人を殺すのは簡単なことだよ。けれど、その後始末は難しい。普通はすぐ発覚してしまうものなんだ。人間の死体はとてつもなく目立つ。鎌倉のような都市に死体が発生して、一日もの間、誰にも気づかれないなんてのは、相当に低い確率なんじゃないかな。最後の誘拐、これはいいよね。誘拐自体が目的ならともかく、営利誘拐なら身代金の要求をしなきゃ意味がないんだから。そうね。じゃあリツはひどいことにはなってないのね。断定はできないけれど、とりあえず今は心配しなくてもいいと思う。僕らがこうしてあれこれ言い合ってる間にひょっこり帰ってくるっていうのが一番ありそうな話だよ。いや、
それはそれとして、夕日。ああ。芋サイダーって一体誰が考えたんだろうね。さあな。その帰りが小便引っ掛けられたかのようなご迷走は、私が悪党どもに捕まって臨館されているとでも思ってたのかしら。きっと私が全裸でゴミ箱に詰められて肉便器在中なんてのしつきで送られてくるのをチャック下ろす準備万端で待ち構えてたのね。もうなんていやらしいの。けどもし いなかったら、何にしても明日だ。明日ね。うん。で？で、で？なぜ俺の部屋にいて布団に潜り込もうとしているのかを問うているでなのだという理解を今立ちどころに求めたい。なんだか怖いの。一緒に寝て声だけでそこまで可愛さを演出するお前の才能には脱帽するし、正直憎いくらいだが、複雑な形で絡み合っていく俺たちの両足がより強烈に何かを語っているとは思わないか。私気づいたの。あなたとこうしている時が一番落ち着くんだって。どうしてかな。病気だよ。0485釈放だ。出ろ。こっちじゃないみたいだね。時輪まで降りてきて宮野さんの店を覗かないっていうのはちょっと考えにくいよ。他に何もないよな、この辺。少なくとも律にとって面白いものはね。となると駅方面か北釜か。
さて、どっから当たったもんかな。